れは本当に私松岡くん大好きだから言うけど、みんな松岡くんを存在に扱っちゃダメ。天然記念物なんだから。そんなに雑に扱っちゃダメなんだよ。大事に、責任を持てる人がツンって刺せばいいの。責任を持てない人がなんか松岡いじっとけば面白いみたいな感じで松岡くんをいじってたらダメです。もったいない。だから私はノーゲームノーライフの現場とか他の現場で一緒になってすごい好きだから喋りたいし、なんかちょっかい出したいけど責任持てないから一切すんです。だからイベントとかでも司会の方がわーっていじって松岡くんがわーってなってるところすごく助けたいけどすんです。だけど本当もうなんかこう桜井さんとかなんだろう、いろんなそういう諸先輩の男性声優さんとか、あとはなんだろうの、鷲崎さんとか、そうやってこう責任を持って結果面白く松岡くんを大事に大事にできる人じゃないともうダメです。彼は大事にしてあげなきゃ。天然記念物本当にもう大事大事。ただ大事大事って言ってるところは絶対いないでしょな。本当私ある、断るごとに現場で私基本男の声優さんと一緒になることがめったにないので、一緒になったところで本当に会話なんてしないわけ。したいと思うのは松岡くんぐらいなわけ。でも松岡くんはシャッターを下ろすから、心のシャッター。次好きだよ。やったぞ。いや違うんだよ。この泥棒でこう。Run. Oh. Oh, 私が神です。